セイメリーの金のイングリッド・バーグマン、セイメリーの金のヘンリー・トラバース、セイメリーの金は1945年のアメリカ映画、ドラマ、経営難に陥っているセイメリー教会に赴任してきたカトリック司祭が、教会とその付属機関である学校を再建するまでを描く、アカデミー作品賞を受賞した我が道を行くの続編。本来は、 セイメリーの金の方が先に制作が開始され未完のまま続編として我が道を行くの制作がスタートした。その結果我が道を行くの方が先に完成、公開され、一般的には我が道を行くが前編セイメリーの金が続編とされる場合が多いが逆と記される場合もしばしばある。アカデミー作品賞にノミネートされた。型破りな神父、チャールズ。 チャック・オマリは、セメリー教会に赴任してきた。教会付属の学校校舎は都会に似合わず、古ぼけていた。オマリは学校を閉鎖し、子供たちを近代的な施設の別の学校に送る、ことを推薦する。しかし、修道女たちは学校を神が与えてくださった大切な、ものと感じている。彼女たちは、実業家ホーレスピー・ボガーダスに望みを託していた。彼が、 教会の土地の一部を買い取り建築した近代的な建物を逆に寄付してもらうことを密に望んでいたのだ。オマリ神父もまたそれ以上に熱心であるが、頑固な修道助長、メアリー・ベネディクトも学校を救いたいと願う。しかし、彼らの異なる見解や方法はしばしば意見の相違に繋がる。その一つに別の男子児童によっていじめられている児童のことがある。 さらに深刻なのは8年生の女子生徒、パッチの新旧問題である。彼女の母が立ち直ろうとする間、教会は彼女を引き取った。そんな時、ベネディクト修道助長は結核になり、医者は彼女に理由を話さずに、乾燥した気候で、伸び伸びとした仕事に移すよう、オマリ神父に進める。彼女は、移動の理由が彼女のオマリへの対立のためではないかと思い込み、 その経緯を理解することに苦しむ。ちょうどシスター・ベネディクトが出発するとき、いたたまれなくなった、オマリ神父は彼女の一時的な移動の本当の理由を明かす。ベネディクトは感謝の笑みを浮かべ、見送りの修道女たちと共に立ち去るのだった。心温まるストーリーだが、全体にコミカルな演出が散りばめられ、特にバーグマンが子供たちに野球やボクシングの指導をするなど、 ちゃっ気のある演技が面白い。ありがとうございます。